懸垂チャレンジデイ10、こっち行ってみたいと思います。今日はランニングはしてません。お散歩の途中でやります。いつもと同じ、今日は8回、1回休むともうできません。体少し軽くなったような気もするんですけれども、これから銀行に振り込みに行かなければなりません。お財布も軽くなってしまいます。それでは皆さん良い一日を。